はベコーラムなんかこういう夏休みなんか昔を思い出したちっちゃい頃おばあちゃん家に行って川でなんかザリガニっぽいのを網ですくってみたいなお兄ちゃんと一緒になんかこういう夏だったなこういう感じペコーラにもちっちゃい頃はあったなって思うなんかどっかのさ知らん学校のプールお兄ちゃんとさいてちょっとおばあちゃんち遊んで帰ってみたいなあったなおばあちゃんち行くとさおばあちゃんちペコランドのさめっちゃ田舎だからさなんていうのゲームセンターみたいなやつとかが全然近くになくてほんと遊ぶってなってもやっぱ近くそのおばあちゃんちの近くでなんか川があってそこで遊んだりとかでなんかゲームしたいって言ってもちょっと遠で駅の方まで行って大きい駅にしかも大きいそこの駅まで行ってそこの近くのなんかそのなんてデパート的なところまで行かなきゃなかったぐらいペコだから基本なんかそこまでは子供で行けないペコだからさなんかそのどっかの学校のなんかプールなんか行ったりとかもしてたのそう本当に田舎ペコだったからペコラもなんか懐かしくて行きたくなったしかもさあれなんだよねおばあちゃんちさ行くとさみんなはさ多分さお母さんお父さんと一緒だろうと思うかもしんないペコだけどさペコラのさお家はさやっぱお兄ちゃんがいるから両親来ないんだよね一緒に子供だけで行くわけよ子供だけでお父さんお母さんたちがなんか連れて行ってはくれないしそのおばあちゃんち行ったらでもそのおばあちゃんちには親戚のおばさんというかなんて言うんだろうお母さんの妹さんかだからペコラにとってはおばさんがいてみたいなそのおばさんが仕事休みの時とかは連れてってもらったりとかはしてたけど